はい、では頚椎上部のロム運動を開始していきます。頚椎を緩める際はめまいに注意して行っていきましょう。この場合、顎を前に出して左右に振っていきます。回数は30回を目安に行っていきましょう。無理のない範囲で行っていきます。続いて頚椎チューブのロム運動を行っていきます。頚椎チューブの緩めていくためには、顎を斜め下に押し付けるようにして行っていきます。ちょうど首の筋を伸ばすようにして肩に耳をつけるように行っていきます。回数は30回を目安に行っていきましょう。無理のない範囲で行っていきます。続いて頚椎下部のロム運動を行っていきます。頚椎下部のしっかりと緩めていくためには、顎を真上に動かしていくように緩めていきます。ちょうど首の反りを出したいので、顎をしっかり前に出すように意識して行っていきます。回数は30回を目安に行っていきましょう。無理のない範囲で行っていきます。続いて肩甲骨のロム運動を行っていきます。片方の腕を肩に、もう片方の腕を脇に、まずは上下に動かします。その後腕を組み回すようにして大きく動かしていきます。この時に注意していただきたいのは、肘が外側に行かないようにしっかりと中心で保っていきます。回数はそれぞれ30回ずつ行っていきます。内回し、外回し、それぞれ30回ずつ行っていきましょう。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきます。片方の腕が終わりましたら、次は手を入れ替えて同じように上下、腕を内回し、外回し行っていきます。注意点は、下の手で上の手を誘導するように動かしていきます。続いて肩開きを行っていきます。このように腕を後ろに組んでいただき、肩を開くようにして外旋させながら外側へ開いていきます。この時に肩甲骨も一緒に引き寄せるようにして動かしていきましょう。回数は30回を目安に行っていきます。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきましょう。続いて肩入れを行っていきます。肩入れは肩の緩めていく体操になります。こちらは肘をまっすぐ伸ばし、お尻を後ろに引きながら胸を地面につけるようにして体を動かしていきます。回数は30回を目安に行っていきましょう。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきます。続いて肘前後を行っていきます。両手を腰に回し、手の甲を押し付けて固定して行っていきます。最初は肩甲骨を開いたり閉じたりするように肘を前後に30往復行っていきます。こちらは肩甲上腕関節、肩板、特に肩甲下筋の腱に働きかけていきます。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきましょう。続いて後ろ回しを行っていきます。こちらも同様に肩甲上腕関節、肩板、肩甲下筋の腱に働きかけていきます。肘を軸にしっかりと大きく後ろ回しで行っていきます。こちらも回数は30回を目安に行っていきましょう。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきます。最後は前回しで肩をしっかりと緩めていきます。なかなか動かすのは大変かと思いますが、しっかりと大きく回すのを意識して行っていきましょう。こちらも回数は30回です。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきましょう。
続いてトランクローテーションを行っていきます。こちらの種目は片肘を自分の片側の膝に置き、手を後頭部に置いて胸を開くようにして体を動かしていきます。狙いは胸椎、胸鎖関節、肩甲上腕関節、肩鎖関節を緩めていきます。回数は30回を目安に行っていきましょう。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきます。補足で説明しますが、こちらの目的は大小姿勢を修正するために行っていく体操です。大小姿勢は仙骨が後方に変異すると背中が丸くなり、結果肩も巻き込むような形になるので肩の不調につながっていきます。そちらを解消するための体操です。最後は腕神経ストレッチを行っていきます。こちらは腕神経叢、正中神経、頭骨神経、尺骨神経を狙っていくストレッチです。最初は手のひらを上に向け、腕の付け根からねじるように30回回します。反対側の手も同様に行っていきます。30回終わったら画面のように手のひらを下に向けて、同じく腕の付け根からねじるように30回行っていきます。ご自身の体に無理のない範囲で行っていきましょう。